37代木村章之助、1950年3月16日代は、大相撲の立行時の一人だった。高島部屋、熊ヶ谷部屋、大島部屋を経て、引退時は、友綱部屋所属。血液型は、A 型。青森県上北郡六古町出身。4代木村玉次郎に入門。高島部屋に預けられる。1965年7月場所に、 木村玉三郎として初土俵を踏んだ。1977年1月場所に署名、木村三次郎より古代、木村玉次郎襲名。1989年1月に重量角に昇格。2001年1月に幕内角に昇格。2003年1月場所に十0代、木村正三郎襲名。2007年9月に三役角に昇格。 小座部老時代の2012年1月場所4日目、大関バルトに送り倒された小結若アラオスと、ぶつかり、土俵から転落して、頭部を強打して、脳震盪の疑いで、救急車で病院へ搬送されて、精密検査を受けたが、翌日には土俵に復帰した。2012年11月場所より、立、行事39代、式季森の助を襲名。 小座ブロー時代に講演会より贈られた軍配を時折使用している。なお、小野助の譲り内話は東京場所の横綱土俵入りのみ使用し、取り組み時は10枚目各昇神事に家族から贈られた軍配を使用していた。そのため、小野助のみ持つことを許されている譲り内話を用いた取り組みはない。2013年5月場所後36代。 木村昭之助が定年を迎えたが、番付編成会議において、翌、7月場所は、木村昭之助を空位とし、2006年3月場所以来7年ぶりに立行事は、井之助一人となった。2013年11月場所より、二場所空位であった、木村昭之助を襲名。立、行事40代、式季森井之助や、三役角六代木村玉次郎、幕内角。 木村俊之助は弟弟子にあたる。2015年3月場所9日目に定年の満65歳を迎え、以前なら65歳になる前日の中日が最後の裁きとなるが規定が改正となり、場所中に定年を迎えても先週楽まで勤めることとなり、先週楽をもって定年により引退となった。なお、最後の裁きは、 横綱同士の白鵬春馬富士戦。また、彼の定年退職後、次期章之助になるはずだった40代伊之助が、軍配差し違いなどの土俵上でのミスや、不祥事などにより、結局章之助になれないまま辞職したこともあり、2020年現在に至るまで5年以上にわたり、章之助が襲名されないままとなっている。ありがとうございます。